どうもロビアモートです。皆様おはようございます。するはしゃぎムキムキウキウキのびょん、6回目の入院、7日目の朝でございます。はい、いやね、退院日となっております。退院日ということで結構そわそわしちゃって、最近ちょっとねダラダラしちゃってたんですけども、退院日ということもあって朝ごはん前にちゃんと起きることができました。やっぱりね、起きた状態で朝ごはんを迎えると大事ですからね。なんて言うとりますけども、まあ、いよいよ治療スケジュール上では、最後の入院の、退院日となりました。思い返せばですね、2022年去年の9月頃に僕の右膝裏の悪性腫瘍、免疫型脂肪肉腫が見つかりまして、そこからですね、私がですね富山マラソンを走る、完走するというね熱い決意で、発見された時にはまだその悪性腫瘍っていうのは分かってなかったんですけども、その腫瘍ができた状態で完走するという思いであったので、僕個人の判断で富山マラソンに参加させていただいて無事完走して、でいざ取ろうかなってなったら、その僕の右膝裏にできた腫瘍が悪性腫瘍だということが分かって、でそこから本格的な治療が始まりまして、で2023年今年の1月から本格的な入院が始まりまして、最初はですねこの腫瘍、悪性腫瘍を取る前に3回の抗がん剤治療を行いました。そして3回の抗がん剤治療が終わった後に悪性腫瘍を摘出して、なおかつあと2回の抗がん剤治療を予定してましたが、無事今回6回目の入院にて5回目の抗がん剤治療も無事終了することとなりました。はい、そのいろいろな経緯は僕のノビヤモモトの入院生活 Vlog で話してますので、ぜひご覧ください。治療が始まるってなった時は長い戦いだなとか思ってたんですけども、やっぱりねこの病院のお医者さん、看護師さん、病院職員さん、そして家族の支えがあって、なんか今思い返せば、まあ、ファッとあっという間だったなっていうのがありますね。それよりもね、なんかこう入院することによってで、なんかその全然僕が知らなかったこととか、日本の医療のこととか、それこそその抗がん剤治療のこととかが学べて、僕はプラマイゼロかなって感じですかね。人生の厚み的には全然知らないことも知れたし、あと日常生活のありがたさ、普通に生活できてることの幸せとかをより一層知れてよかったなって思いました。特に入院してると毎日お風呂に入れないわけですよ。で今までね、毎日お風呂に入ってたりとか、サウナとかね、スーパー銭湯とか普通に行けてたんですけど、抗がん剤治療をやってるとなると、そのフラットスーパー銭湯行ったりとか、毎日お風呂に入ったりとかするとかっていうの結構ねハードル高くなっちゃうんですよね。で久々に入るお風呂とか、久々に行くそういうスーパー銭湯とかがめちゃくちゃ幸せを感じてね、より幸せを感じる、そういった経験をさせていただいたかなという感じでございますね。ということで、この6回目の入院、5回目の抗がん剤治療なんですけども、今5月14日日曜日、金曜日の段階で抗がん剤の点滴投与は全て終わっておりまして、で同日というのはですね、この経過観察というか、抗がん剤というのは大変強い薬でございまして、体の中に残ってはいけないんですね。システム的に言ったら、抗がん剤を点滴しつつ尿で抗がん剤を体の中に排出しつつというね、体の中で抗がん剤をこうぐる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 こう回しながら治療していくという、そういうスタンスの治療法らしいです、僕がやってる抗がん剤治療。なので金曜日まで抗がん剤治療を点滴しまして、その後はですね、常にポカリの薄いやつを点滴して、で体の中から、抗がん剤と、尿を一緒に出しつつ治療していくって感じですかね。この長くを共にした僕の
相棒メカニカル天敵坊くんね、はい出ました。メカニカル天敵坊くんの一番かっこいいところね、メカニカル部分ですね。これはあの天敵のポンプとなっております。はい、でこの 150ml スラッシュ H っていうのは1時間の間に 150ml 僕に点滴するよっていう意味の表示でございますね。がーってき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 て、はい、今僕のこの右鎖骨下にポートと呼ばれている医療器具が僕のあの皮膚の下に埋め込んであります。でそのポートと呼ばれる部分の器具の上にポート専用の点滴用の針が刺さっている感じですかね。右鎖骨下につながっております。先ほどのポンプから出てきた管が、それで点滴して土曜日日曜日と抗がん剤を点滴し終わった後も、尿を排出しつつ経過観察をしているという、ね、感じでございますね。しかもこの尿を出している間のその僕の汚い話のおしっこ尿は全ての尿検査していただいております。どれぐらいの尿の量が出てるとか、その尿のpHによって僕の点滴に薬を入れるか入れないかとか、そういった判断を看護師さんの方にしていただいているというね、本当にありがたいですよね。もう本当に、しかもあの抗がん剤治療している間は昼間2時間に1回夜間は4時間に1回でございますね。ほんで抗がん剤をこう入れ切った次の日だから土曜日日曜日は自分のタイミングで、まあ、そのおしっこには行けるんですけど、まあ、それでも尿検査していただいているというね、この万全な看護の体制で抗がん剤治療が成り立っていると、いやまあ本当にありがたいですよね。本当にありがたい、ありがたい、ありが体温計ピピピピピピ 36.5 度、平熱平熱ラビョンということで、このありが体温計のギャグももう馴染んできましたね。ということで、まあ、ここでこの僕のね、のびやもとの入院生活 Vlog はですね、誰かの何かの役に立てばという、そういった精神でやってますので、僕が先ほど紹介したこの右鎖骨下のポート部分、今この点滴つながってますが、どうなってるんだろうなって思ってる方が、まあ、いらっしゃると思います。それでその方々のために抗がん剤治療とは何だ、ポートって何だって思っていただいている方々のために、今からねこの右鎖骨下部分、このポート部分をお見せしたいと思います。こう見たくないよっていう方はね3秒後に出しますので、動画スキップしてください。いきます、3、2、1ですね。はい、いきます。こんな感じになってます。はい、まあ、ガーゼで覆われちゃって何のこっちゃって感じなんですけども、これあのこのポート部分は防水テープで、貼っていただいておりますので防水になってまして、でこの透明なプラスチックの器具の下に、僕の皮膚があって、その皮膚の下にポートと呼ばれる医療器具が埋まっておりますね。でここで管がつながってきているという、でここはあのちゃんと防水テープが剥がれてこないようにピタッと守って貼っていただいているという感じですかね。はい、じゃあここで疑問ですよね。そもそもなんで点滴といえばこの腕に点滴の針刺すのに、なんでノビアモトはこの右鎖骨下にポートって医療器具を埋め込んでそこから点滴してるんだっていう疑問がありますよね。これはですね、抗がん剤治療だからなんですよ。先ほど言いましたように抗がん剤っていうのは大変強い薬でございまして、この体に残ったりするのが良くない。で腕からも抗がん剤点滴できるんですけども、もし何らかのアクシデントでその腕のこの血管とかこの腕に抗がん剤がパッとこぼれてしまった場合、大変この腕とかにねダメージがあるらしいんですよ。でそれを防ぐためにこの右鎖骨下にポートという医療器具を埋め込んで、でそこから僕そのポートっていう、医療器具からこのカテーテルっていうね細い管が伸びてて、それがですね心臓の静脈の方につながってるわけです。そのカテーテルが心臓の静脈の方に刺さってるんですね。で腕の血管よりも心臓の静脈の血管の方が丈夫だから、そこから抗がん剤を点滴しましょうという感じになっておりますね。いやすごいですよね。より安全により効率的にこの薬を投与するために体の中に医療器具を埋め込むという、そういう発想ないですよね。
ね、うん、しかもねこのポート入れた感じなんかちょっとねこうなんか異物感あるのかなと思ったら、まあ、そこまででもなくて、まあ、触ったらちょっとポコッとしてるかなぐらいのものなんですよね、うんうん、だから日常生活には、まあ、あまり支障はない感じでございますね。6回目の入院7日目退院日なんですけども、いやーねー本当に気づいたらあっという間ですね。何回も言いますけども、あそうだここで忘れてはならないロビア元の退院時おひげチェックのコーナー、もじゃもじゃもじゃということで、1回目のおひげチェックね、おひげ、まあ名の通りこの僕のね剛毛なひげをチェックするというコーナーなんですけども、1回目はねもう髪の毛ボーボーひげボーボーだったんですよね。で2回目が抗がん剤の副作用で脱毛というものがあって、その脱毛の効果があって2回目はですねポツポツひげだったんですよ。で3回目はねもうその脱毛の副作用が結構きてて頭もツルツルでひげもねもうツルツルだったんですよ。で4回目の入院が摘出手術だったんですけど、その頃はですねなんか若干ねひげがうっすら生えてきてるかな、頭の髪の毛もうっすら生えてきてるかなって感じだったんです。それはですね4回目の入院にあたりその悪性腫瘍の僕の右膝裏にできた悪性腫瘍粘液型脂肪肉腫の摘出手術にあたり抗がん剤を一旦やめてたんですね。その間にこの多分僕の毛根がまた復活してきてで生え始めてきたって感じなんですかね。で5回目も結構その1回目の入院と変わらない感じでこう結構ボーボーに生えてきてたんですよ。はい、でも毛質はねなんか柔らかい感じでした。1回目の入院の退院時はもう固めのボーボーで、で5回目の退院のひげの感じはもう柔らかめボーボーって感じですから、多分1回ひげが副作用の脱毛で抜け切っちゃってるんで、それって毛先が多分丸くなっててすごく柔らかい感じの毛がいっぱい生えてましたね。そして今回6回目の入院ですが結構生えてますね、うん、結構ジョリジョリですね。頭もジョリジョリだし、これ判定はですねこれジョリジョリヒゲですね、はい、ジョリジョリヒゲの判定でございます、はい、そしてですね今はまあ6回目の、入院の退院日7日目なんですけども、やっぱりこの抗がん剤の副作用で脱毛がちらほら始まってきてるかなっていう感じで、こう触ったらねじゃお店ちょっとじゃお見せするのもあれなんですけど、ちょっと毛がねパラパラと抜け落ちてきてるかなって感じがしますんで、これはね家帰ってからちゃんとまた気合一発スキンヘッドでひげも剃って綺麗にしたいなと思います。そして続きましてノビアモートの体重どうなってるんだのコーナーでございます。今まで、今回含め6回の入院を経験しているノビアモートなんですけども、なんとですね1回目の入院をする前は88キロだったんですよ僕。まあそれでも結構171センチで88キロなんで、まあまあ結構太ってるんですけど、88キロで入院して今回ね6回目の入院する時も体重測ったんですけども、なんとね95キロになってたんですよ。これはやばいですよね体重増えすぎですよね。1回目の入院が88キロで、それに気づいたのがですね、気になりだしたのが、体重に気になりだしたのが5回目の入院の時で、その5回目の入院の時体重測ったんですけど95キロで、退院する時91キロまで落ちたんですよ。で6回目の入院の時もまた95キロで、さて今回は退院する時って何キロなのかっていう、これはちょっとねでちょっとグッとね緊張感高まりますよね。ということで、もう間もなく朝ごはんなんですけど、しっかり食べて元気に退院していきたいと思います。はい、右マッチョ左マッチョ真ん中マッチです。のびょん。
体重も公開します。さあ体重計の前にやってまいりました。いよいよ緊張の測定でございます。あ、ルビアもとね気合の赤靴下を履いております。はい、で何キロなんだ。はい、これですね 91.85 91.7 はい、91.80 ですね。ということは宮本の体重は、宮本の体重は92キロでございます。
はい、まもなく、退院ということで、家族の、お迎えを待っているんですけども、皆さん見てください、ね、はい、僕の相棒メカニカル天敵ボー君ともお別れしまして、そしてね、こちら見てくださいね、はい、ポートの針も抜けました、はい、やっぱこの自由になるというね、開放感はやっぱりすごいですね、幸せを感じます、はい、ちょっとね、久々の、お家に帰りたいと思います。さあ、お家に帰ってまいりました。やったー、ダブルピース、ダブルピース、カニに対するリスペクトのびゃん。ということで、お家のね、実家のおなじみのびやもとの部屋ですね、元のびやもとのね、お姉ちゃんの部屋なんでね、カーテンが可愛いんです、カーテンが可愛いです。そしてのびやもとの最強部屋着、ディアドラのジャージ、ね、そしてのびやもとの、強靭なヒゲで削られて内側の生地が見えてるやつ、ね、そして中は皆さんおなじみアシックスの長袖 T シャツ、はい、ということで早口で説明してまいりましたね。もうおなじみなのでね、皆さん、はい、お気づきの通り、はい、お風呂もね、湯船もザブンとね浸からせていただきまして、おひげも綺麗に剃ってまいりましたね。ね、髪の毛も頭の毛もね、この抗がん剤治療の副作用の脱毛を防ぐというか、この髪の毛を散らばるのを防ぐために、こう綺麗にね、気合一発スキンヘッドやってきましたね。いや、でもすごいですね、やっぱり気合一発スキンヘッドするともうなんかすっごいテカテカですね、もうこれね、もうすごいテカテカですね、もうこれはテッカ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 カーテンシャッシャッシャッのびゃん。ギャグ連発しているということはすごく元気ということでございます。いやーね、本当に、6回目の入院、5回目の、抗がん剤治療ということで、1週間入院してきたんですけども、あっという間でしたね。何回も言いますけど、やっぱり、慣れ親しんだ病院、慣れ親しんだ病棟、看護師さんももう顔見知りというか、あ、こんにちはぐらいの感じになれましたので、はい、なんかすごい居心地よく看護していただきありがとうございますという感じですね。それで抗がん剤治療も僕も、勝手が分かってるというか、このやることが分かってるんでね、すんなりこうやれましたし、あっという間の1週間でしたね。いや、でもね、この僕の右膝裏にできた悪性腫瘍、免疫型脂肪肉腫の治療スケジュールというか治療計画っていうのは今年の2023年の1月から始まりまして、で 1,2,3,4 もう5月ですから、もう5月5ヶ月経ってるわけです。で、5月ももう半ばですからね、だから約半年僕はこのね、右膝を裏にできた悪性腫瘍、免疫型脂肪肉腫と戦ってきたわけですよね。でもね、やっぱり僕この悪性腫瘍ね、免疫型脂肪肉腫とこう治療をしていく、こう闘病していく、戦っていく上でね、これ一番大事にしていたというのはですね、なんかもう笑顔ね、この笑顔を絶やさず、明るく笑顔で病気に勝つ、ね、これです。これをね、この僕のね、入院生活の軸として、やってこれたから、これだけなんかすごい強い気持ちで明るく笑顔で、あっという間にこの治療スケジュールを乗り越えられたのかなーなんて思っております。やっぱこの笑顔でね、やっぱこのまあ動画撮ってるってのもありますけど、この笑顔でいなきゃいけないっていうの結構このなんか大変なんですよ、はい、大変ですけど、この笑顔でいることによってなんかね、体がね元気になってくるんですよね、勝手に。で、笑顔でこう病院食とかね、こう食べてるね、こう動画撮ってるとね、すごい食べれるんですよね。多分副作用とかで
抗がん剤のね副作用とかで多少なりにはねこう気持ち悪かったとかの時もあったと思うんですけど、この笑顔でこうニコニコ食べてるこう動画をね撮ってると、なんかいつの間にか病院食も完食したりとか美味しいなとか思って食べれたりとかしたんで、やっぱ笑顔の力ってめっちゃすごいなって思いました。なんか何の気なしにこうなんか口角上げるのがいいとか、笑ってるとこう幸せが舞い込んでくるとかね、そういったことを聞いてたんで、この明るく笑顔で病気に勝つというね、そういうテーマをこう何の気なしにつけたんですけども、なんかそれが功を奏してというか、すごいすんなりこう僕の右膝裏にできた、何回も言いますけど僕の右膝裏にできた悪性腫瘍、粘液型脂肪肉腫の治療スケジュール、治療計画、この約半年間はこうすごい笑顔のおかげで、明るく笑顔でいたおかげですぐこう過ぎていったような感じがしますね。で、あとね、いろんな方々からねこうやって僕は YouTube で動画上げてますけども、大丈夫かとか連絡くれたりとか、 YouTube の動画のねコメントとかでもね、頑張ってください、応援してますとかねいただいて、各 SNS にも僕はあのこの自分で、ね、撮影して編集したこの入院生活 Vlog を上げてるんですけども、その上げてる動画に対してこう応援のコメントとかたくさんいただきまして、本当に誠にありがとうございます。これもね僕のねすごいこの治療に対する力になったかなっていう、病気と戦う糧になったなっていうふうには思っております。本当に誠にありがとうございます。これはね本当に元気になって、超元気になって、いろんな方々に恩返ししていかなきゃいけないなって思っております。いやー本当にありがたいですよ、本当にね、もう本当にありがたい、もう本当にありがたい、ありがたい、ありがたい温計ピピピピピピ 36.5 度、平熱平熱のびょん、皆さん来ると思いましたでしょうね。はい、このギャグも生まれました、この僕のねあの半年間の入院生活、半年入院してたわけじゃないですね、この悪性腫瘍を治療するために、抗がん剤治療を3回やって、これを入退院繰り返してます。そして3回やった後に悪性腫瘍、免疫型脂肪肉腫を摘出手術で入院して、でまた退院して、で、体力つけて、悪性腫瘍がね体の中にあったということはですね、まだ僕の体の中に悪性腫瘍の細胞が巡っていると言っても過言ではないので、そのまだ僕の体に残っているかもしれない悪性腫瘍の細胞を倒すために残り2回の抗がん剤治療をやったというわけですね。そして今回の5回目の抗がん剤治療が終了したという流れでございますね。本日のこの6回目の入院の退院で、僕のねこの右膝裏にできた免疫型脂肪肉腫の治療スケジュールは、いった最初に計画されていたものは全て終わったという感じでございますね。今後はですね、このやっぱり経過を、やっぱりこの悪性腫瘍なので、僕の病名は免疫型脂肪肉腫というね病名なんですけど、お医者さん曰く体の中にできた悪性腫瘍は全てこうがんというわけですよ。なので言ったら僕もねがん患者の一人なわけですよ。なのでこれからねあの経過観察をして、病院で検査の通院はするかもしれませんが、もう普段の生活に、もうここからは戻っていくぞという、そういった感じでございます。はい、いやー本当に、皆様のおかげで約半年の治療、入退院の繰り返し、手術を乗り越えてこれたと思っております。いや本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。いや本当に心からね、何回でもこう感謝っていうのはもう伝えきれないでございますけども、本当に本当にありがとうございます。本当にありがたい気持ちでいつも毎日治療しておりました。いや、もう本当にありがたいです。もう本当に感謝しかないです。本当に感謝しかないです。本当に感謝しかないです。本当に。いやね、本当に、
お医者さん、看護師さん、病院職員さん、そしてね、こう今日もね送り迎えしてもらったんですけども、家族、そしてこの皆々様、本当にありがとうございます。本当感謝しかないです。本当感謝です。感謝感謝じゃシャンデリア、キラ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 のびょん。ということで最後やっぱりギャグやっちゃいました。ここからまた富山県住みます芸人として富山県を盛り上げて、日本を盛り上げて、世界を盛り上げて、一生懸命頑張っていきまーす。頑張るぞ、おうおうドジン立山、お仕事待ってまーす。のびょん。